工学院大学八王子キャンパスに拠点を置くソーラーチームが、オーストラリアのダーウィンからアデレードまでの約3000キロを走破する世界最大のソーラーカーレース、ブリヂストンワールドソーラーチャレンジ参戦に向け準備を着々と進めています。10月8日から15日の日程で開催される今大会、工学院大学が参戦するのは今回で3回目で、前回大会では準優勝、昨年の国内大会では総合優勝を飾った実績を胸に、オーストラリアでの戦いに挑みます。現在は新たに作られたソーラービークル研究センターを舞台に、新たなソーラーカーの開発などを進めており、6月末の完成を目指して、監督の浜根博人准教授や、リーダーの機械工学専攻で修士2年の中川拓郎さんをはじめ、300人のチームメンバーが活動を行っています。前回は2人乗りのクルーザーというクラスに出場していましたが、今回は一人乗りのチャレンジャー冠クラスで優勝を狙うために、今回のレギュレーションで、勝てる車を作るとまた今までとも違う全く違う発想の車が生まれました。八王子の皆さん、応援よろしくお願いいたします。今回はですね、工学院大学の、いろんな先生も含めて、でまたそれから企業さんも含めてですね、オール工学院という形で大会出場していきますの で、特に八王子の皆さんにはイベントいろいろ出てますので、ぜひ応援していただきたいと思ってます。以上、八王子経済新聞がお伝えしました。